よし、今日が5月18日、大会3日前、カーボディブリート最終日になります。今日の2食目を食べていきます。これ、コストコのティラピア、一切れ。と、ブロッコリーと卵。全卵3つ、卵白3つです。いただきます。なんか、皮膚がブヨブヨしてきた。体に力があんま入らないし、なんかほんとね、ブヨブヨしてる。ブヨ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 。でもこの感じがディプリートがうまくいってる証拠みたいなので問題ないです。今日千葉30度超え、めっちゃ暑い。暑いけどなんか汗が出てこない。今1時なんですけど、3時から金券ジムでします。しんのすけに撮影手伝ってもらってトレーニング動画を撮っていきます。朝から動画編集してたんで寝癖のままなんですけど、ちゃんと後でシャワー浴びて準備します。さっきジムに来てもう今30分ぐらいトレーニングしてます。背中はもう終わって、今から胸で、話してる通りリプリートのトレーニングなので、上半身全体を3種目15レップから、20レップを、インターバルはできるだけ短く収めてやっていきたいと思います。チェストプレスのマシンを使っていきます。沖縄にいる時はエニタイムでやってたので、こっちのジムはマシンがいっぱいあるからすごい楽。フリーウェイトって結構持ってったりとか移動もあるから大変なんですけど、マシンはめちゃめちゃ楽です。一応4セットなんですけど、ウォームアップ含めると5セット、6セットになる。
中は毎回必ず、まあ、家で飲むんですけど、このブラックコーヒーを飲んでる。昨日は飲まなかったな。昨日飲み忘れちゃったけど、月曜日、火曜日、木曜日、今日マジで飲んでると頑張れるから、僕はね、おすすめ。タリーズ飲って強くない？飲む？タリーズ普段濃いよ。濃いです。なんかね、めっちゃ強いの、ブラックの感じ。普段飲まないんだけど、なんか逆に今ちょうどいい。そうですか。本当に、いつもきついの、気持ち悪くなる感じなの。だけどそれがない、むしろなんかそれがエネルギーになってる感じが。だからディプリート中はタリーズのブラックの缶コーヒーをおすすめだけです。それだけ言いたかった。ありがとう。うい。勝ってくるわ。え？勝ってくるわ。ああ、見てるわ、観客席から今回は。やっぱさ、常に仕事してる感じになっちゃうね。